東京バビロンはクランプによる漫画である。新書館のサウス、月刊、ウィングスで1990年から1993年にかけて連載された。後の X へと話がつながっている。1992年と1994年には OVA 化、1993年には実写ビデオドラマ化された。本名詩の主人公が 東京で起きる怪奇現象や霊的事件を解決するストーリーに絡めて自殺やダイヤル q 通、いじめ、信仰宗教、老人の介護問題などシリアスなテーマを取り上げた社会派作品ともなっている。こうバル流は人々を呪いや怨霊から守る怨霊師一族の若き当主。優しく繊細な彼を見守り励ます。明るい双子の姉の北斗。 効果に敵対する強大な力を持ち、かつ残忍な暗殺集団と言われる、桜塚守るの後取りで獣医師の桜塚聖志郎。絶対に相入れない一族同士のはずが、星志郎は常に、スバル流と行動を共にし、優しく振る舞う。やがて、星志郎の目的が明らかになる。9年前、星志郎は幼いスバル流と会っており、その時ある、賭けをしたのだった。 賭けに勝った、星次郎は、スバル流を殺そうとする。高先代当主の祖母が放った術により、スバル流は命拾いするが、心をなくし敗人同然となる。北斗は、スバル流を救うため、意を決して姿を消す。一ヶ月後、スバル流は、正気を取り戻すが、北斗が殺されたとの知らせが入る。スバル流は学校を退学し、星次郎を、自らの手で殺すと決意する。 声は OVA 版の声優。実写版キャストは、キャスト参照。エンディングテーマ、東京バビロン1999のタイトルで、ビデオ映画として1993年8月21日に、発売された。2020年11月19日に、東京バビロン2021のタイトルで2021年より、放送予定であることが、主要、スタッフ、キャスト、新ビジュアル。 キャラクター設定イラストともに発表された。しかし、翌20日に問い合わせ窓口に、スメラスバルリュートホクトの衣装が既存のデザインの模倣で、あるとの指摘が寄せられた。キングレコード及び制作委員会が事実確認を行うと模倣が事実であることが確認され、12月4日には公式サイトに謝罪文が掲載された。同月24日には、2021年4月から、 予定していた放送の延期が発表された。さらに2021年3月29日にはさらなる多数の模倣投与があることが判明したため信頼関係の欠如によって現制作会社との制作続行は不可能と判断、制作中止が発表された。今後は刷新した制作体制で東京バビロンの再アニメ化を目指す。2021年8月3日 東京バビロン2021の制作会社であった、ゴーハンズは、制作委員会、東京バビロン2021プロジェクト幹事社の、キングレコードに対し、当作の制作費が支払われていないとして、未払い分約4億5000万円を求める裁判を、東京地方裁判所に起こした。ゴーハンズは、模写騒動後、キングレコードからデザインの修正依頼があり、追加費用の支払いにも合意して、 放送に向けた作業を進めていたが、キングレコードの方針が一転し、残りの支払いを拒否されたと主張。ゴーハンズ代理人のスゴートモノリ弁護士は、チェック担当者が急病で不在となり、確認が不十分だったとしている。主題歌アーティストとして、オープニングテーマを、青井翔太、エンディングテーマを、水木奈々がそれぞれ担当することも発表されていた。 東京バビロン2021に関するカテゴリー、ありがとうございます。